ファミリー、作戦種別、暗殺。この年には、今、組織犯罪の嵐が吹き荒れている。数団体の有力な犯罪組織が割拠し、市民は全ての状況にうんざりしている。聖書の良き、サマリア人は、強く、憐れみ深かった。その役目は、今まさに、我々に課せられている。天狗どもに、本当の力というものを、見せてやろうではないか。今回の、君たちの任務は、各組織のボスを、月例会議の席上で、全員暗殺することである。防御に関する情報。犯罪組織は、お互いを信用しないのが、普通である。したがって、それぞれ自前で、多数の武装ボディーガードを、連れてきているのが、実情だ。さらに、ビルの出入り口や、その周辺でも、多数のガードマンが、警戒に当たっている。警察は完全に、組織の言いなりであり、助けを期待することは、できない。それどころか、君のチームが、ガードマンに発砲すれば、警察は、それを妨害しようとするかもしれない。戦術。速やかに侵入し、速やかに撤退するのが、今回の作戦の、鉄則だ。ガードマンを相手にするのは、軽オートマチック火器で十分である。建物の中の敵を一挙に片付けるには、アサルトウェポン、または、ショットガンを使用せよ。本作戦は、1名または、2名のエージェントで遂行可能だが、3人目が投入できるようならば、ガードマンとの交戦中に、警官を寄せ付けないよう、援護させることができる。天狗どもに、本当の力というものを、見せてあげよう。Thank you.